今回は酸アルカリのうちの酸の原因となる物質それについて見ていきますまず最初この酸酸性そしてアルカリアルカリ性この簡単な確認だけしておきます酸性のものどういう特徴があるかというと物を溶かすでしかも酸っぱい能力を持ったもの対して同じく物を溶かすでも苦い そんな特徴を持ったたものをアルカリ性といいううふうに言いましたそれぞれの代表酸性の代表が塩酸そしてまあ身の回りのものでいうとオスの仲間酸アルカリ性の代表これが実験でよく出てくるのは水酸化ナトリウム水溶液あとは石灰水、まあ、身近なものでいうと石鹸水などもこれに当たりますでこの酸性アルカリ性このうちこちら今回は酸性に注目していきますが。 この酸性の酸っぱくて物を溶かすその働きをしている物質その正体は何なのかというのを原子のレベル細かいレベルで見ていくこれが今回の内容です。では続けて酸の正体を調べるそんな実験について見ていきます。まずここに青色リトマス紙 これを用意しましまたもちろんこれ何かと言いますと酸性中性アルカリ性これによって色が変わるものでそのうち青色リトマッシュというのはこの酸があると赤く変わるものでしたそしてそこに酸性の水溶液をを染みまませた糸を置きますそうすると何が起こるかというとこれこのリトマッシュこの糸が触れた部分ここが赤くなります。 でそれに続けて今回は電源装置をつないで電気を流しますこちらプラスこれ陽極こちらマイナス陰極というふうに言いますがここに電気をかけるとこの色の変化ちょっと変わったふうになりますもちろんこれ酸性のものがあると青色に飛ばし赤くなるんですがこの赤が電気をかけると こっち側に向かってどん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 広がっていくんですそこから何がわかるかと言いますとこのリトマッシュを赤くする酸の原因物質これは電気のマイナスに引かれているというのはわかります電気これ磁石と一緒で N と S、S と N のように反対のもの同士に引かれ合いましたで今回電気をかけると酸の物質マイナス側に行く ということはここからあ酸の原因物質はまずプラスの電気を帯びているんじゃないかこんなことがわかりますさらに別の実験をしていくとこの酸の原因物質これを電気よりかけていくとそこから水素が発生するんですねこの2つの結果から酸の原因物質こうだというのはわかりました何かというと 水素が出てくる物質そしてプラスの電気を持っている物質そこから水素がプラスの電気を持った H プラスこれ水素イオンと言われるものなんですがこれがこの酸っぱくてものを溶かす酸の原因物質だということが分かったんですまあこの簡単な実験からこんなことがわかります酸性の水溶液ここに置きます そうするとリトマッシの色の変化が起こるんですが電気をかけると陰極マイナス側にどんどん広がっていく。ということから酸の正体はこのプラスの電気を持った、まあ、イオンの分類でいうと陽イオンだ。さらに他の実験科を組み合わせるとその酸の正体は水素がプラスの電気を持った水素イオン H プラスだ。 そしてそのプラスだってことを証明するこの実験これが今回の一番のポイントですでは続けて pH というものについて見ていきます。この pH 何かといいますとその水溶液それが酸性がどれぐらい強いかとかアルカリ性がどれぐらい強いか。 これを数字で表したものこれ pH というふうに言いますちょっとこの pH の計算方法これは高校の数学を使うので難しいんですが簡単な数の仕組みだけ押さえてほしいと思います酸性・中性・アルカリ性でまず真ん中中性のものを pH7 というふうに言いますで、そしてそこから酸性が強くなっていく そうするとどんどんん数が小さくくなっていく例えば pH0 というとすごい小さいのですごい強い酸性 pH3 というとまあまあ小さいんでまあ強い酸性 pH6 とかいうとまあ中性よりは酸性側によってねまあちょっとは酸性また反対側もちゃんと使えます。これ PH 数を大きくくしていく そうすると何を表すかというとこれアルカリ性であるということを表します例えば PH14 とかいうとこれ数がすごく大きいので強いアルカリ性だ PH8 とかいうとまあちょっとアルカリ性だとなりますこれ今0から14で書いてだいたい身の回りの物質0から14で収まるんですが一応理屈上はもっと多いもっと少ないもっと強い酸性もっと強いアルカリ性というのもありますが だいたいイメージとしてはこの7を中心として0から14ぐらいまでここで酸性性アルカリ性の強さを表すと思ってくれればいいいと思いますじゃあ実際にこの pH これが数が小さいつまり酸性が強いものどんなものがありますかというと代表例まずトイレ用の洗剤これ結構強い酸性です対してそこまでは強くないんですがやっぱり酸性になるものレモン。 酸っぱくて物を溶かすものが酸性なんでレモンなんとなくわかると思いますで対して中性のものこれ名前のままあるんですが中性洗剤これちょっと中性のものの代表ですまた今度アルカリ性になっていくと7よりちょっと多い、まあ、ちょっと強めのあちょっと普通のアルカリ性のものとして石鹸水があります苦くて物を溶かすでも自分たちの体がじゅわっと溶けたりはしません でさそうするとこれ意外かもしれませんが植物を燃やした後にできる灰これ結構強いアルカリ性だったりしますどうでもいい話なんですがこのアルカリ性のアルカリという言葉これ「灰」という言葉から来ていますこんなふうにしてこのものが酸性なのかな中性なのかなアルカリ性なのかなさらにそれがどれぐらい強い酸性なのかなどれぐらい強いアルカリ性なのかなこれを pH まあ日本語に直すと難しいですが水素イオン濃度こんなのを使って表すことができるなんとなくイメージを持っておいてほしいと思いますでは今までの内容を踏まえて練習問題に入っていきます。問題ここの図真ん中にに青色リトマスシを置きまししたそしてそて この酸性の水溶液を染み込ませた糸を置いておくそうするともちろんこれリトマッシー酸性のものがあると色が変わるんですがそこにマイナスプラスと電気をかけるそうするとこの色の変化が変わった形になるそういうテーマでした1番まず青色リトマッシーの紙の色はどのように変化したかなんですがもちろんこれ酸性のものがありますんで青色リトマッシー 酸性酸っぱそうな赤色に変わりますなんですがこれ電気をかけるとどっち側が赤色に変わるかというのはありましたこれやってみるとこのマイナス側こっち側に赤色が偏っていったんですね今回回答欄でいうとマイナス陰極側が赤色に変化したイが正解になります では続けて見ていきます今回のこの実験これしていくと酸性の水溶液これ青色とトマッシュを赤く変えるんですがそれがマイナス側に広がっていくというのが分かりましたあ、ここから何がわかるかって酸性の原因となる物質はマイナスに引きつけられるつまりプラスの電気を持っているんださらに別の実験でやってみるとこのマイナスの側 ここから水素が発生した。ってことはあこれは酸の原因物質は水素が元になっている物質でしかも電気はプラスを持っているんだと分かります。これ記号としては H プラス日本語名としてはこれ水素イオンというふうに言います。で続け番、この酸性の原因となる物質」これは何か水素イオンです。で続けて3番 この酸性とかアルカリ性この強さを表すので pH という言葉がありましたこれ中性を7としてでそしてそれより大きい小さいで強さを見ました酸性の水溶液どんな感じかといいますと中性よりも酸性側酸性側に行くと数が小さくなりましたなので酸性の水溶液これは7より小さいとなります 7ぴったりだと中性なのでより小さいと言っておきますでは今回のままとめに入っていきます今回のテーマはこの酸これ青色にとまっしを赤く変える、まあ、酸っぱくて物を溶かすいろんな性質がありましたがその酸の原因物質どんな正体をしているのか。 これをこんな実験で突き止めました。真ん中に青色リトマッシュを置きます。そしてそこにこの酸性の水溶液を染み込ませた糸を置いておく。そうするとこのリトマッシュ青色なんですが酸酸っぱそうな赤色に変化しました。そこにプラスマイナス電気をかける。そうするとこの赤色の変化これがどん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 このマイナスの方向に近づいていきました。ここから 酸の原因となる物質はマイナスに引き寄せられるつまりプラスの電気を持っているんだまあさらに別の実験と組み合わせるとこの酸の原因物質は水素が元になっているだから二つを組み合わせて酸の原因物質水素がプラスの電気を持った水素イオンというものだというのが分かりました今回のこの実験これから分かることこれをポイントにしておきます この実験をするそうすると酸の原因物質はマイナス側に引き寄せられる陰極に引かれていった。ということは酸の原因物質正体はプラスの電気を持ったいわゆる陽イオンださらに細かく見ると正体はこの H という水素イオンだ。これが今回のポイントで,したでは次回の授業内容の予告に入っていきます。 次回のテーマは今日とセットになるアルカリの原因物質です。この酸性の原因物質これプラスの電気を持っているこの H+ 水素イオンだというのが分かりましたがでは今度このアルカリ性苦くて物を溶かすこのアルカリ性の原因となっている物質は何かこれが次回のテーマです。